自画像、国沢ン九郎から1877年3月12日は、土佐藩の武士、明治維新後に、洋画家、洋画塾の長、弟に、衆議院議員や、南満州鉄道理事長を務めた、国沢新兵衛がいる。土佐藩の旗軍奉行、国沢白江門高校の長男として、小高佐村に生まれた、洋名は熊太郎、1867年、 土佐藩の招待指令を命じられ、翌年の母親戦争にかけて、京都、大阪、中国、松山をめぐった、明治に改元した1868年11月に、海軍局と踊り、翌年2月に、海軍式役権大原料となり、夕顔丸の船将として、函館戦争中の函館を往復した、八百七十年、馬場達いらととさはの留学生に選ばれ、太平洋、 北米大陸、大西洋を経て、イギリスのキングトン・ラングレーに、ついで、ウォーミンスターに滞在して、藩に命じられた、法律学、政治学を学んだ。しかし、1872年頃に、画学へ転校する。すでに結核を病んでいた。学半ばに、ロンドンへ移り、肖像画家、ジョン・エドガー・ウィリアムズに指示して、洋画を修行した。1873年、 明治政府の帰国命令を受けて、翌年帰国。高知の実家に滞在した後、遅くとも、同年11月には上京。高知町平川町に、洋画塾、将棋堂を開いた。川上東外の、長江読画郎、高橋雄一の、天下郎に続く3番目だったが、国沢が、最初の外国帰りではあった。国沢は当初彼らを先達として尊敬していたが、1ヶ月後には、 当該を実技能力にとしい、不守の公爵し唯一を主義にのみ工程した、推しのローマル氏と辛辣な評価をしている。毎月の平川天マ宮の縁日には、熟成の作品を、将棋堂の玄関に並べた。さらに竹川町に、洋画展覧会を開設し、翌1875年、そこに文社を置いた。地方の熟成に寄宿舎を作り女子も入学させ、 幼少年の費用を軽くするなど、斬新な運営だった。イギリスから持ち帰った、画材、石膏像、美術書などで指導した。本田金吉郎、森住・勲サ浅井・忠だ西・高カらが育った。1877年、年初から結核が進み、工事を本田金吉郎に託して、3月に没した。墓は、青山霊園にある、国沢新兵ことバンク山林。 宮永隆美術解剖学の移植者、本田金吉郎の P12 皇帝、本田金吉郎の記述をもとに、東隣の早武町としている記事もある。東京日日新聞明治7年11月7日、第845号。東京日日新聞明治7年12月17日、第881号。アン APP180 から182。 ありがとうございます。